7月11日、大田区の大田文化の森で、60歳以上を対象にした健康けん玉教室が開催されました。これは手軽に遊べるけん玉で、運動不足の解消と認知症予防に役立ててもらおうと、2ヶ月に1回、大田文化の森運営協議会の主催で行われているものです。この日はおよそ20人が参加しました。指導員に教わりながら、けん玉を使った簡単なストレッチや、左右持ち替えながら同じ動きをしたりと、脳のトレーニングにも役立つ様々なゲームを楽しみました。動くようになれば、それで大丈夫です。最後は指導員がけん玉の大技を披露。参加者も挑戦し、技が決まると拍手や歓声が起こっていました。どうやって持つかとかも分からなかった、適当に持ってたんですけど、今日ちゃんと最初から教えていただいたので、すごく分かりやすかったし、なんかちょっとできたので嬉しいです。1時間けん玉をすると、本当に軽い運動にはなるんですけど、実は外に1時間ウォーキングしたのと同じ効果があります。室内での運動にしてはですね、本当にけん玉1個でそこまで汗をかいて十分体を動かせるということで、すごく効果があったんじゃないかなと思います。